さすがにそろそろ練習もしっかりしてきたんで雪上に行きたいかなと思います。今週末小諸ベースですね、小諸周辺スキー場は行ってきたんで、高峰、ね、まあ旧浅間スキー場ですよねとか、香沢とかどんどん空いてきてるんで、今週末あたりから初攻め行きたいかなと思います。やっぱり寒くなってきたりスキー場空いたなんか見るとやっぱり自分もちょっと滑りたいなって思ってきたんで、今週末は行きます。いよいよ小諸ベースで、どっかで滑りたいと思います。まあ、滑り出し、まあ、大事なんで、まあ、今年はちょっと去年と違うのは、漠然とこう今までのルーティーンで入っていくっていうのはもう初日から滑りをちょっと変える前提でシーズンインしたいと思うので、イメージはかなりできてるんで、まあいいシーズンインしたいと思います。はい、もしかしたら雪上でお会いする方いるかもしれませんが、ぜひお声かけてください。では雪上で会いましょう。